ことさえ諦めてしまえたのなら楽になるのに。愛しい私の娘、すでに歴史は動き出した。知るほどお前は不幸になっていく。なぜならお前は怪物なのだから。ロンドンブリッジ is falling down falling downFalling down, London Bridge is falling down, my fair lady. London Bridge is... うるせえんだよ、さっきから。ねえ、なんだよ、人が気持ちよく作業してたのにさ、鼻歌くらいいいじゃんか。あのな、もっと緊張感持てよ。これから世紀のお宝盗み出そうってんだぜ。俺の緊張感はいつかも持ちません。
ロンドンが懐かしい。うまい酒、うまい料理、美しい女たち。仕方ねえだろ。俺だってこんなに待つと思わなかったんだよ。もうさ、横からかっさらうとかじゃなくて、自分たちで見つけちゃった方が早いんじゃないの？そっちの方が危なくないじゃん。それができるならとっくにやってる。この地方ってだけしか情報がねえんだ。あとは連中の後を追っかけるしかねえだろ。その連中がいつまで経ってもやってこないわけだけど。そのうちやってくるんだよ。いいか、泥棒ってのはな、入念な準備と機を待つ忍耐だろう。この5日で何回聞いたことか。もうセリフ覚えちゃったよ。これこの間みてえに爆発しねえだろうな。何言ってんの、するわけないじゃん。俺ってば世界一の天才技師よ。安心しな、この俺が保証する。お前の保証ほどは当てになんねえもんは。いや待て、連中やってきやがった。ね、マジで？黄昏じゃない、報告と違うな。あの格好、王室の近衛兵たちか。なんでこんなところに。なになに、予想と違うの。作戦変更した方がいいんじゃない。いや、かえって都合がいい。作戦通りだ。集合場所で待ってろよ。ねえ、マジ？入念な準備、機を見る忍耐はどこに行ったんだよ。その言葉には続きがある。そして時には大胆に。そうでなくては泥棒は務まらない。わかったよ。ちゃんと生きて戻ってくれよ。お前にはまだまだ手を借りたいんだからさ。誰に向かって物言ってやがる。この俺様がちょっとやそっとで死ぬもんかよ。レオンハルト隊長殿、屋敷の包囲完了しました。ご苦労。屋敷から逃げるものがあれば必ず捕らえよ。はっ、了解であります。怪物がいるというわけか。
その肌に触れたものは溶けて消える。電報にはそう記されていたが、これはそのままの意味なのだろうか。いや、悩んでも仕方あるまい。隊長殿、突入準備整いました。しかし隊長殿、相手は一人なのでしょう。これほどの警戒をする必要が。我が物、何者かはわからないが、相手は怪物とのことだ。女王陛下の剣たる我々には不名誉な失敗など許されん。万難を排してことにあたり、万一の失敗も事前に防ぐ。これがナイトの進むべき道だ。はっ、失礼いたしました。全員第一級警戒態勢。第一班を先頭に第二班、第三班突入。異常なし。こちらも異常なし。ここか。異物だというのか。
怪物なのか。隊長殿、捕獲すべき怪物とはこの少女のことなのですか。ああ、にわかには信じがたいが、どうやらそのようだ。どんな化け物が出てくるかと思えば、こんな娘とはな。バカ、警戒を怠るな。おい、どうしたんだ。落ち着け、落ち着けって。何なんだよこれは。警戒しろ、相手はやはり怪物だ。動くな、一歩でも動けば撃ち殺すぞ。距離を取って囲め。触れてしまえばそれだけで殺される。うろたえるな、レディーに銃を向けてはならない。しかし隊長殿、相手は怪物です。そんな悠長なことを。無論理解はしていると、我が輩も共に見ていたのだから、確かに驚くべきことだ。だが落ち着くんだ。見てみろ、彼女は敵対するつもりはないようだぞ。猟犬に関しても一瞬だが彼女は静止しようとした。先の出来事は意図的に起こされたものではない。それは怪物のお嬢様、まずは突然の来訪や非礼を詫びよう。そして願わくば何も聞かず我々に同行してほしい。
攻撃か何かか。わからん。いきなり目の前の地面が爆発したぞ。何者だ。我らを栄えある英国兵と知っての修行か。もちろん、よく知ってるさ。どこだ。どこから聞こえる。おい、あれを見ろ。諸君、お役目ご苦労。誇り高き英国王室の近衛兵がこんな田舎町で人さらいとは、女王陛下もさぞ鼻が高いことだろうな。我々を侮辱するか。貴様、何者だ。俺の名はアルセーヌ・ルパン。何、驚くには値しねえ。どこにでもいるただの麗しき泥棒紳士さ。泥棒だと。こそ泥が何の用だ。いや待て、聞いたことがあるぞ。確かパリを拠点に活動する怪盗とか。よく知ってるじゃねえか。その通り。いいかお前ら、光栄に思えよ。この泥棒紳士の華麗なる芸術をその目で直接拝めるんだからな。二代のお嬢さん、私の声が聞こえますか。何を隠そう、この泥棒めの今夜の獲物はお嬢さん、あなた、私はあなたを奪いにやってきたのです。どうか安心してお待ちください。そのぶしつけな犬どもの手から見事あなたを救い出してご覧に入れましょう。なんという物言いだ。泥棒風情が流行る英国の侵攻を邪魔するなど、全員総力をもってあの男を捕獲せよ。は、全員銃撃用意。そう、急い銃撃を。何、撃てー。うわあ。バカ者、我が輩は捕らえろと言ったのだ。殺してどうする。しかし相手の言うことが本当ならパリ中の警察を総動員しても捕まえられないルパンですよ。全力でかからなければ本当に怪物を連れ去られかねません。やりやがったな。これじゃ死んじまうじゃねえか。なぜ奴は笑っている。そもそもあの銃撃を受けてなぜまだ生きている。隊長殿、ルパンの体が。なんだ、何が起きてるんだ。また砲撃か。まさか仲間が隠れていたのか。落ち着け。これはおそらくもともと道に仕掛けてあったのだ。奴は一人だ。術中にはまるな。どこだ。奴はどこに行った。もっと、いびらせたか。安心しろ。俺は幽霊なんかじゃねえよ。ありゃ、ちょっとした仕掛け付きの風船だ。さて、お嬢さん、お手を。共に夜の逃避行と参り、
ああ、知ってるよ。素肌に触れればだろ。平気だよ。お前の手袋は毒を防ぐためのもんだろ。大丈夫、俺を信じろ。ほら、な、なんともねえだろ。おいおい、そう固くなるな。せっかくの美人が台無しじゃねえか。ゆっくりでいい。何も怖がることはねえよ。このアルセーヌルパン、欲しい獲物は必ず手に入れる。失敗の確率は常に。さて、最後のダメ押しといこうかね。何をしている？あのコソ泥は南に逃げたぞ！おい！おい！てな。はっ、隊長殿！南だ！全員南へ走れ！何をバカな、騙されるな。こいつがルパンだ。何を言っている。貴様こそルパンだろう。見ろ、私が本物だぞ。騙されてはいかん。隊長殿が二人。この視界じゃ判断がつかない。とにかく怪物の周囲を固め。よし、ここまで来れば大丈夫だろう。なんだ、気になるか。大丈夫だよ。偽の痕跡をあらかじめ用意したからな。よし、今回も無事に回収完了。いや、傑作だったな。連中の顔見たかよ。王室の近衛兵が聞いて呆れるぜ。隊長である私を見抜けないとは。それでもお前たちは近衛兵かって見事にはまってよ。なあ、お前もそう思わ。どうした？なんかまさか逃げる時にどっか痛めたか。どこだ、どこが痛む。隠す必要はないから言ってみろ。なんだ、怪我はねえのか。それならいいけどよ。教えてくれ、何が悲しい。あ、おっと、こりゃ失礼。そういや、改めての自己紹介はまだだったな。改めて名乗らせてもらいましょう。私の名はアルセーヌ・ルパン。お嬢さん、訳あってあなたのハートを盗みに来ました。そう、言葉通りにハートさ。だが、美しいご令嬢を悲しませるのは趣味じゃない。お前からハートを盗む代わりに、一つだけお前の願いを叶えてやるよ。ええ、そうですとも。
お嬢さん、このしがない泥棒が必ずや。触れる。そうか、お前は。いや、承知しました。美しいお嬢さん、このアルセーヌルパンの名にかけて、その願い